木の国鈴懸ベロニカストラム田川へ山崎は、区外層族の植物。地表をはうように伸び、短い水上の果樹をつける。紀伊半島南部の固有種。多年生の草本。ただし春に次の芽が伸び出してから、前年の茎が枯れるので、低木に見える。茎は短い毛があり、斜めに立って高さ1から1.5メートル程度になる。大々に先端が下がって地表につき。 そこから根を出し、新たな芽を出す。葉は、五星、5から10ミリメートルの傭兵があり、葉身は厚手で卵型、長さは10から13ミリメートル、幅は4から7ミリメートル。先端は、お上に伸びて尖り、基部は丸い。円には、平たい三角で先端が尖る巨子がある。表面は無毛だが、裏面では、脈状に短い毛がある。 夏季は9月後半から10月前半で、溶液から短い円柱状の果樹を立てる。花は果樹に蜜につき、果漢は長さ7ミリメートルで白い。果漢の先端は浅く四列し、2本のおすしベが長く飛び出す。紀伊半島南部の固有種であるが、分布域は非常に狭く、小沢川中流域と串本町のみから知られる。ただし分布域内では、個体数は少なくない。 森林内に見られ、谷間の適質と不要度の豊かな場所に見られる。元来は、商用樹林内にあったものであろうが、現在では、杉植林地内に多く見られる。先端から芽を出す性質から、群生して見られることが多い。希少種として知られた。山崎はこの類の解説で1976年に、最近は、ほとんど見た人がいない、幻の植物と書いてあるよし。 古くは1848年に、アゼタ水山が熊のホタル草として図を示してあるのがこれと思われる。確実的な発見は、田川はじめにが小座川一枚岩周辺で採集したものによると伝えられている。木の国鈴掛家は以下の2種と近煙とされる。これらはかつて鈴掛家相続ボトライプラーラムとしたこともあるが、花の形態の特徴などから本属に含められた。 ただし、茎の先端から根を下ろすこと、葉が互生すること、果剰が脇生である点など他の区外相続のものとは、はっきりした違いがあり、鈴掛創設セクト、プラジェスタシスにまとめる。これら3種はいずれも分布域が狭くてそれぞれ地域の固有種である。さらに、それらが互いに隔離分布になっており、植物地理学的検知や種の文化に関して重要とされる。 環境省及び和歌山県では絶滅危う通類としている。現象の原因としては森林伐採と道路改修が挙げられている。以下、主として佐竹ほか P1078ABC 和歌山県 P328ABC 山本。ありがとうございます。